らのナビゲーターになる権利を与えてやろう。なぜ上からなのですか。守りたい仲間もまた増えたしな。お姉ちゃんたちかわいい。お花の妖精さん。ありがとうございます。我こそ魔導の頂点を極めしてみる。レイレイ、こんなのはどうだ。無知ルナ、レインは無知を扱わないでしょ。ん、テーマといえばこれではないか。言うことを聞かないものをこれでビシバシやるのだ。いや、もっと別の使い方かもしれん。あれやこれやそれな感じに。あれやこれやそれ、不潔です。レインはそんなことしません。何を想像したのだ。我が姉はとんだムッツリなのだ。もうルーナー。そんなポカポカされては痛いぞ姉よ。ちょっとマジで痛いのだが。ソラとルナは辛そうだな。平気です。これくらいなんてことありません。姉よ、強がりはいけない。我はもうバタン級なのだ。わあ、大丈夫か二人とも。大きくなるコツを教えてほしいのだ。頼むのだ。二人ともそのうち大きくなるよ。そうそう、多分ね。うわー、ダイヤー。なでなで。それじゃあ、ソラもルナもお疲れ。妨害しますよ。うむ、我らの力をレインに見せてまたなでなでしてもらうのだ。何よこれ。魔法が消された。おいしいか。食べてからでいいぞ。理性を失って食べていたのだ。もうないのだ。もっと味わえばよかったです。特にないかな。じゃあ早速探してみてくれ。任せるのだ。我の力に刮目せよ。ですから大きな声はやめなさい。意外とバイオレンスだな姉よ。初対面で俺の女になれとか怖いです。この人間アホなのか。嫌に決まっているのだ。えい、無事に戻らねば罰として100回なでなでだぞ。絶対気をつけるのだぞ。引きこもりの我ら精霊族が言えたことではないぞ姉よ。引きこもり言わないでください。ポイズンドロップ。よしなのだ。なんがよしですかこのバカ。どこの世界にご主人様に毒魔法をかける使い魔がいますか。毒、ちょっとルナどういうことよ。落ち着くのだ。朝に終わりよければ全てが。だからといって何も言わずメインで実験したことは許されませんよ。やったか。ちょ、我が言いたかったのに。お疲れさん、出来たて食ってきな。小さくて可愛い妹が欲しいと思っていました。あねー、だが我も同感だ。メイドということは料理が得意なのですか。ならば空に教えてくださいね。歓迎するのだ。だが姉に料理は教えずともよいぞ。ん、振りではないぞ。マジの大マジであるぞ。あんたが料理できたなんてね。うむ、野菜料理に関しては故郷の森でも我の右に出る者はいないのだ。だから今後も姉ではなく我がキッチンに立とう。立たせてください、お願いします。ルナ、次は空が手料理を振る舞います。レイン、ここは我に任せて逃げよ。